ジェフ・ヒーリーはカナダのギタリスト、シンガー。本名、ノーマン・ジェフリー・ヒーリー。1988年のデビュー当時はブルースロックを全面に押し出していたが、ジャズもプレイする。膝の上にギターを置き、上からフィンガーボードを押さえる、独特の奏法でプレイする。カナダのトロントに生まれたヒーリーは、1歳の時フにより、失明する。3歳でギターを弾くようになり、 17歳の時に初めてのバンドを結成した。その演奏スタイルは膝の上にギターを置いて両手の10本の指を自在に滑らせるというもので彼独特の奏法である。パトリック・スウェイージ主演の映画ロードハウス孤独の街に出演し、それがきっかけとなりアリスタレコードと契約。1988年にアルバムシーザ・ライトでデビューを果たした。 そこからのシングルカット曲であるエンジェルアイズは全米ヒットチャートで最高位5位89年年間チャートでも80位にランクされる大ヒットとなったアリスタからはジェフ・ヒーリーバンド名義で計4枚のアルバムをリリースしたその後はトラディショナルなジャズの作品も手掛けているまた地元トロントでは自身のクラブジェフ・ヒーリー S ロードハウスを経営 またラジオの DJ も務めた。2007年にはガムを取り除くために足と肺の手術を受けている。闘病生活を送りながらも演奏活動は続け、2008年に久々のブルースロックアルバムメスオブザ・ブルーズを完成させた。そのリリースを目前に控えた2008年3月2日、トロントのセント・ジョセフ病院にてガンのために亡くなった。41歳だった。ありがとうございます。